2012年、愛知県小牧市のあるアパートとその駐車場で、子供を含む男女4人が倒れているのが発見される事件がありました。幼い子供の目の前で繰り広げられた男の恐るべき執着心が引き起こした事件について追っていきます。事件は2012年7月30日17時ごろ、愛知県小牧市古希のアパート前の駐車場で、通行人から腹部から出血した若い男が倒れているとの通報が入ったことで発覚しました。警察と救急隊が現場に駆けつけると、そこには腹部や胸部から出血して倒れ込む男性と、血液が付着した果物ナイフが落ちていました。発見時には男性は意識があり、病院へ搬送される際も命に別状はないと思われましたが、その後に意識不明に陥ってしまいます。病院搬送後は男性から詳しい状況を聞けないままとなり、回復を待ってから話を聞くこととなりました。そして通報者である通行人からは気になる情報が寄せられていました。それはアパートの2階の部屋で騒ぎがあったようだという内容で、そこは男性が倒れていた駐車場のすぐそばにあるアパートということでした。警察はこの情報の確認のため問題のアパートを訪れたところ、そこで驚きの光景を目にしました。なんとアパート2階の一室で、住人である母とその娘の2人が上半身に刃物によるものだと思われる傷を負い倒れているのが発見されたのです。しかもその女性たちの傍らには怪我をしているわずか2歳の女の子もいたというのです。怪我を負った女性たちはすぐに病院へと搬送されましたが、2人は間もなく帰らぬ人となったことが確認されています。亡くなったのは飲食店従業員で45歳の花塚和代さんと、その娘で長女のパチンコ店店員19歳の綾乃さんでありました。また命は助かったものの、綾乃さんの2歳の娘はまぶたの上を切る怪我をしていました。これだけの情報だと、幼い子供を含む男女4人が刃物などで襲われた事件と思われたかもしれません。しかし駐車場に倒れていた男性は病院搬送時に警察に対して気になる言葉を発していました。それはなんと自分で刺したと説明していたというのです。この発見時の各現場の状況と搬送された男性の説明から考えられたのは、男性が和代さんと綾乃さん、そして綾乃さんの娘に襲いかかり、その後自分をも傷つけたのではないかというものでした。こうして警察は殺人事件とみて捜査本部を設置し、事件の詳細を明らかにするため捜査を開始しました。一体このアパートとその駐車場で男女4人の身に何が起きていたというのでしょうか。和代さんと綾乃さんが倒れていたアパート2階の部屋には家族4人が暮らしていたといいます。亡くなった和代さんとその長女で19歳の綾乃さん、怪我を負っていた2歳の綾乃さんの娘と、綾乃さんの妹で18歳の次女の女性4人で生活をしていたそうです。事件当時次女は外出中であったことから無事でありました。4人がいつ頃からこのアパートに暮らし始めていたのか、そして綾乃さんのパートナーの情報などは報道では明らかにされていません。ただまだ若い綾乃さんが幼い子供を育てながらパチンコ店での仕事を頑張っていたことだけは確かです。そして綾乃さんはできるだけ人を頼らず自分で問題を解決しようとする性格であったようでもあります。悩みや困りごとを周囲に話すことはあっても、力を貸してほしいとまでは言わず、周囲に迷惑がかかる前に解決しようと動く人柄であったようです。仕事と子育てに奮闘しながら日々の生活を送るそんな綾乃さんですが、このパチンコ店での仕事を始めてしばらくすると一人の男性と親しくなっていきました。その男性こそが綾乃さんの住むアパート前の駐車場に倒れていたあの男性であったのです。男性の正体は綾乃さんの勤務するパチンコ店の従業員でありました。店のある小牧市上部市に住む25歳のパチンコ店従業員であった今は、綾乃さんと仕事を一緒にしていくうちに互いに好意を抱くようになったそうです。そしていつからか2人の関係は勤務先の同僚から恋人へと発展していきました。こうして2人は仕事に対する理解もある恋人となり、楽しい時間を過ごしていきました。しかしそのような幸せな時間はそう長くは続きませんでした。事件の起きる 3,4 ヶ月前から2人の関係に変化が現れ始め、恋人としての楽しい時間は過ごせなくなっていました。綾乃さんが今に対して別れたいとの意思を表し始めていたのです。順調に交際を続けていたのは2012年3月頃までであったようで、5月には別れていたとも言われています。時期ははっきりとは不明ですが、とにかくこの春頃から恋人関係に終止符を打ち、それ以前の職場の同僚という関係に戻ったのです。
気まずさから職場を離れるということもなく、2人はそのまま勤務し続けていましたが、それぞれの心情は大きく異なっていたようです。2人の関係に別れを切り出したのは綾乃さんの方からであったといいます。別れを思い立ったきっかけや理由などは不明ですが、綾乃さんは今とは別の道を歩もうとしていました。ただこの申し出を今は素直に受け入れることができなかったのです。結局今がこの時納得をしたのかは不明ですが、綾乃さんが望んだように交際関係はなかったこととなりました。以前と同じく職場の同僚という間柄に戻り、これまでと同じように仕事をこなしていくこととなったのです。しかししばらくすると綾乃さんへの思いを断ち切れていない今は動き始めました。綾乃さんに電話やメールを繰り返し復縁を迫ったのです。綾乃さんは今と別れた後、他の男性と親しくなっていたこともあったのか、今は綾乃さんに対してしつこく連絡し続けていました。さらには連絡だけにとどまらず、綾乃さんが出勤するときには駐車場で待ち伏せしたり、自宅前で待っていることもあったといいます。こうした今の迷惑行為は5月頃から始まっていたそうです。綾乃さんは知人に職場の同僚につきまとわれるようになった、家の前でその同僚が待っているとも話していました。今と別れて以降、綾乃さんは今の行動に頭を悩ませていたのです。少なくとも綾乃さんの心はすでに今から離れており、今のつきまとい行為は迷惑以外の何物でもありません。今が綾乃さんに対して行っていたのは何でもなくストーカー行為でありました。綾乃さんはこの悩みを周囲に打ち明け、どうしようとの言葉をこぼすこともあったといいます。もちろんこれほどの迷惑行為であることから警察に相談することも考えたようです。しかし最終的に相談するほどではないと思ったのか、それとも別の理由があったのか、綾乃さんが警察に相談に訪れることはありませんでした。警察に相談せず今を止める人がいなければ、当然今の付きまといが止まることはありません。その後も電話とメール、待ち伏せは続けられたのです。この今の自宅での待ち伏せは綾乃さんの妹である次女も把握していました。姉である綾乃さんが待ち伏せをされているとの話を聞いたのか、実際に待ち伏せする今を目撃したのかまでは不明ですが、綾乃さんの身に起きている不穏な出来事は知られていたのです。ただこの時にはまだ家族への直接的な影響は出ていなかったようです。それでも綾乃さんは今は自分一人の問題だと思いつつも、いずれは家族へも迷惑をかけるとの不安を抱えていました。そんな気持ちを SNS に綴っていて、いろんな人に迷惑がかかる前に解決したいと書き込んでいたこともありました。周囲への影響も考えるようになり、警察には相談しなかったものの、綾乃さんはついに今を止めるべく動いたのです。その相談相手は勤務先のパチンコ店の店長でありました。今が職場の同僚であることから、店長は綾乃さんと今の両方を知っている立場であり、指導しやすい立場でもありました。綾乃さんは7月19日、店長に自身が受けているストーカー被害について相談しました。この綾乃さんからの相談内容を店長は重く受け止めたようです。この相談から3日後の7月22日、店長は今を呼び出していました。店長と今、そして綾乃さんの3人で話し合いの場を設けたのです。ここで店長は今に対し、今後一切綾乃さんに対してのつきまとい行為をやめるよう諭していました。この上司からの注意を受けた今は、分かりました、今後は一切しませんと答え、この話し合いは終わりとなりました。綾乃さんも上司が今に対して直接注意する姿と、今がそれを了承するように答えたことで安心ができたのかもしれません。しかし上司からとはいえ、口頭での注意を聞き入れるかどうかは今次第です。今が約束を守る人間なのか、それを破る人間なのか、今は残念ながら後者の人間でありました。この3人での話し合い以降、今のつきまとい行為は続くどころか、さらにエスカレートしていったのです。その行為はなんと綾乃さんの自宅に押しかけた上、ナイフをちらつかせることまでしてくるようになりました。その時にはお前をして俺も死ぬなどと口走っていたと思います。綾乃さんへの迷惑だけにとどまらず、その命までも脅かし心中を迫ってきたのです。また事件前日にも、今と体格などがよく似た不審な男が綾乃さんの住むアパートで目撃されていました。この不審な男は綾乃さんの自宅の隣の部屋の呼び鈴を鳴らしていたようです。この男が今だとすれば、今は事前に周辺を下見していたと考えられます。
ただこれだけ危険な状況に陥っても綾乃さんは警察へ相談しないままでありました。それでも身の危険は感じていたようで、友人には家に男が来てナイフをちらつかせたので怖いと話していたそうです。ですがそこから警察に行くよう説得する人がいなかったのか、綾乃さんが警察に行こうとしなかったのかは分かりませんが、警察が今の危険性を認識できぬまま数日が経っていきました。綾乃さんは SNS でこれまで話を聞いてもらった人に迷惑をかけたと謝罪をしていて、周囲への影響を心配していた様子がうかがえました。ただ事件直前の SNS では、いつも逃げるけど今回はもう逃げない、今日全部解決してくる、されるの覚悟で行ってくるからなどの悲痛な書き込みをしていました。この書き込みの後、綾乃さんと家族の身に悲劇が起きてしまったのです。店長を交えた話し合いから8日後の7月30日、この日綾乃さんは夕方までの勤務で、今は綾乃さんと入れ違うように夕方から勤務することとなっていました。綾乃さんの勤務中である14時30分頃、今は事前に用意していた果物ナイフを携え、綾乃さんの自宅へと侵入しました。ただこの時自宅には綾乃さんの母親である和代さんがおり、今は和代さんに向かって理不尽にもナイフを何度も突き出したのです。首や胸、腹部を傷つけられた和代さんは和室に倒れ、そのまま動かなくなりました。そして今はそのまま室内で綾乃さんが帰宅するのを待ち構えていたのです。ただその間にも今の出勤時間は迫っていました。そのため勤務開始時間直前には、気分が悪く休みたいとの旨で職場を体調不良で休むかのような連絡を入れていました。こうして出勤を促す連絡なども来ないようにして、今は綾乃さんをじっと待っていたのです。今が自宅に潜んでいること、ましてや母親を手にかけていることなど綾乃さんが気づくはずもありませんでした。仕事を終えた綾乃さんが帰宅したのは16時30分頃であったと考えられます。そして今は何も知らずに帰宅してきた綾乃さんの首を絞め、さらには果物ナイフを何度も突き出し、その命を奪ったのです。さらに綾乃さんの娘の顔に向かって振りかざしたのはフライパンでした。この攻撃を受けた2歳の娘はまぶたの上を切る9日間の怪我を負ったのです。こうして綾乃さんだけでなく、和代さんと綾乃さんの娘まで傷つけた今は、今度はナイフを自分の胸へと向けました。そして自分を傷つけた後、惨劇の起きた部屋からベランダへと移動して、そこから身を投げたのです。花塚家のベランダ下に当たる駐車場に倒れた今は、それからしばらくして通行人に発見され、事件が明らかとなりました。警察によると、綾乃さんは玄関近くの廊下に倒れていて、和代さんは奥の和室に倒れていました。綾乃さんの娘も綾乃さんの近くに倒れていたそうです。司法解剖の結果、亡くなった2人は失血によって帰らぬ人となってしまったことが明らかとなりました。果物ナイフで深く何箇所も攻撃されたことが原因であったのです。綾乃さんは心臓に刺し傷があり、和代さんは胸の大動脈を切られていたといいます。また現場から見つかった血液には、花塚さん親子以外の別の人間の血液が混じっていたそうです。このことから犯行時に犯人が負傷していることも分かりました。そして外で発見された今の近くには、血液が付着したナイフが落ちていたこと、病院搬送時に今は自分が刺したと話していたことなどから、警察は今が犯人とみて捜査を開始したのです。この捜査によって、今と綾乃さんがかつて交際していたこと、その後に今がストーカー行為を働いていたことなどが明らかとなっていったのです。また綾乃さんから警察にストーカー被害についての相談や被害届はやはり提出されていなかったことも判明しています。一方、事件の当事者で詳細を知る今は、2階から身を投げたことで腰の骨なども折っていて、その後意識不明の重体に陥りました。しかしそれから順調に回復していき、退院の目処も立ったことから、事件発生から1ヶ月後の8月31日、今はようやく逮捕されました。その後起訴された今に対し、検察側は無期懲役を求刑しています。対する弁護側は、今の知能が低く精神年齢が小学生程度だとして、衝動的に起こした事件だと主張して、有期刑が相当だと訴えたのです。そして迎えた2015年3月18日、今には求刑通りの無期懲役が言い渡されました。裁判長は、相当な力で胸を刺し2人の命を奪った結果は重大と判決理由を述べていました。復縁を迫るも応じてもらえなかったという動機も身勝手であり、極めて厳しい非難に値するとして、求刑通りの無期懲役となったのです。
弁護側は量刑不当を主張し控訴しましたが、2015年10月28日に控訴は棄却されました。今の刑事責任は極めて厳しい非難に値するとした一審判決の評価に誤りはないとして、弁護側の主張は一切受け入れられなかったのです。この判決に対して弁護側は上告しなかったため、今の無期懲役が確定となりました。元交際相手にストーカー行為を繰り返し、しまいには元交際相手とその母親の命を奪い、さらには幼い子供まで傷つけたこの事件、あなたはどうすればこの事件を防ぐことができたと考えたでしょうか。真っ先に思いつくのは警察に相談することであったのかもしれません。しかし相談してすぐに警察が対応できるのか、今を綾乃さんから引き離すことができたのかまでは分かりません。店長から注意を受けた直後からストーカー行為が激しくなったくらいですから、警察から注意を受けた直後に犯行に及ぶ可能性も十分考えられます。ただ綾乃さんや店長が言ってもすでに止められない状況で、刃物までちらつかせた時点でまずは周りを頼ってほしかったとも思います。命を失ってしまってはどうすることもできません。また恐怖の現場に居合わせた娘と、外出中で無事であったものの母と姉を失った次女に残された心の傷は計り知れません。ストーカー被害を受けた時はためらわずに周囲や警察に相談するよう周知され、多くの人の人生を狂わせるストーカーは二度と塀の外に出てきてほしくないと改めて思わされることとなった事件の一つとなっています。花塚和代さんと綾乃さんのご冥福をお祈りいたします。